おはようございます。おときゅうでございます。皆さん、お盆はどのようにお過ごしですか？私、ただいま石槌3号に乗車しています。本日は8月8日ですが、 JR 四国では9日から再繁忙期恒例の行き先変更が行われます。具体的には、混雑する潮風号の編成を基本プラス付属編成のフル編成に変更した上で、8600系は7両編成、8000系は8両編成で運転するのです。そのため、宇多津または多度津で並結する石槌号は早朝深夜の列車を除き、高松多度津間の単独運転になります。そのため、多度津伊勢に利用する場合、潮風号へ乗り換えになります。ただいま乗ります石槌3号は行き先変更の対象列車ではありませんので、お盆期間中も潮風3号と宇多津駅で並結されます。石槌3号は8000系3両編成で、8号車は全車指定席で運用されます。ところが、いいご予約で指定席を取ろうと見ると、6番から14番までしか取れないのです。搬出指定席で14番まである車両は8600系ですので、編成変更のようです。それで今日乗りましたら、やはり8600系に変更されていました。各席に電源がある8600系に編成変更は歓迎です。8600系石槌号は2両編成で、7号車欠車の6、8号車で運用します。ところが、高松で編成を確認しますと、本日は7、8号車と表示されています。再繁忙期の運用変更は頻繁に行いますので不思議ではありませんが、号車表示を変更するのは異例ですから、これから潮風編成を確認します。はい、私が乗ります8号車後ろ側は指定席の表示ですね。前側は自由席表示です。JR 四国は搬出指定席の場合、前後で表示を変えます。はい、8600系は本来ここが6号車になりますが、7号車になっています。この車両は丸ごと1両自由席ですから、前後の表示は同じです。車掌さんはそこが待機場所です。さあ、潮風号の編成に来ました。ほう、6号車の表示ですね。通常は4、5号車が自由席です。この車両も丸ごと1両自由席です。4号車を欠車にしているのでしょうか。潮風号は2両自由席がしっかり確保されています。5号車も自由席です。あれ？前側は先頭車ではありません。自由席は付属2両編成が使われますが、車番を見ましたら中間車で、これ基本編成です。ということで、なんと4号車に8700型のクリーン席と普通席合同車がくっついてます。頭が混乱しています。一旦退散して車掌に事情を聞きに行きがてら、クリーン席の撮影許可をもらいに行きます。長居せず、お客様の顔を撮らないよう後ろから撮ることを条件に OK いただきました。本日の潮風3号はなんと基本編成2本をつないだ6両編成なのです。このことで若干ですが、指定席の定員が増えています。4号車1番 AB 席だけ売れていましたので、お話を聞きましたら、静岡県から来た母と中学生の子供です。中学生のお子さんは鉄道ファンで、わざわざ4号車を取ったらしく、1号車の展望席にしなかったのは、普段乗れない4号車に乗りたかったのと、前に編成がいる違和感を2階から取ったそうです。席を取ったこだわりが私のいつもに似ています。撮影協力ありがとうございました。ということで、もう1本前に基本編成がついています。グリーン席から前の車両に車内で移動できること自体、貴重な体験です。再繁忙期ならではのエピソードですね。前の基本編成3両は全車指定席です。普段はこれが基本です。ということで、もう1両レアな車両があります。それは中間車が使われる5号車自由席です。普段潮風号で中間車8800型に自由席で乗ることはできません。乗れるのは石槌106号だけです。まあ、通常は型式にまでこだわって乗る人は少ないです。8800型は付随車ですので、モーターがありませんから静かです。はい、本来あるべき1号車グリーン席に来ました。席を指定せず買えば、通常は1号車が販売されます。1号車も1番 AB 席だけ売れていました。JR 四国のグリーン席は全面展望していくことができます。今日は盆休み前の木曜ですから、指定席、グリーン席ともに空いていましたが、さすが10日土曜日からは混むでしょう。再繁忙期の JR 四国は、持っている車両をフル活用して輸送力を確保することで、一時的な混雑を乗り越えます。今日は楽しい編成に乗れました。この基本編成を2本つないだ列車は、潮風4号、3号、16号、15号、28号、27号で運用されており、8月18日まで継続される予定です。なお、潮風3、4号は宇多津岡山間は基本編成2本6両のみの運転です。
石槌3、4号を並結するため全区間フル編成ではありません。石槌3、4号は私が乗った教科は8号車、1番から5番は自由席でしたが、9日から18日までの8号車は全車指定席で運用されています。今日を含めて18日まであと3日、こんな編成で走っていますので、乗りに行くもよし、取りに行くもよし、楽しい編成と今なら出会えるんです。私はお盆輸送と関係ない8日に乗車しましたが、編成外に出会いました。数少ない社員で回していますから、前倒しで順次組み替えしてるんですね。松山駅は9月29日から高架駅になります。地上でこんな編成を見るのもあとわずか。地上ホームに到着するうちに乗れて、松山駅で撮れたのは良かったです。翌9日、潮風石槌3号の松山駅到着シーンを撮りました。もちろん昨日と同じ車両、同じ組成です。いよいよお盆輸送が始まりました。8700K の全先頭車貫通型特性を生かした柔軟な編成対応ですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。